いおりれんやは、福井県出身のアートクリエイター。福井県堺市在住。血液型は、大型。2014年から、堺市春江町の総合型地域スポーツクラブ、ユニティブ291に所属。福井県堺市在住、福井県立福井特別支援学校2年。2018年に、第18回全国障害者スポーツ大会。 通称福井幸せ元気大会に、競技、卓球バレーで出場した経験もある。2000年12月10日、福井県堺市で生まれる。生後間もなくから発熱、嘔吐、関節痛を患い、入退院を繰り返すようになる。8歳の時に、遺伝子変異が原因の抗育度症候群と診断。3歳頃から、病院の食事表の裏など絵を描くように。10歳頃から、 絵の執筆に本格的に取り組むようになり、福井県内や東京、南青山スペースゆい、京都で個展を開く。また、作品は企業の環境報告書の表紙、企業パンフレット、企業ポスターなどに採用されている。NNN ドキュメントでは2012年9月23日に、いおりを取り上げたい、いっぱい走りたい2000万人に一人の僕を放送した。 2013年には24時間テレビ愛は地球を救うに出演しアニメーション作家の伊藤有一と共同でクレーアニメを制作した2017年には画文集ロボブーマーを風当社から観光する同年11月堺市内のショッピングセンターで出版発表会を開催2019年にはよりを題材にした創作劇 みんなを笑顔に2000万人に1人の難病少年がアマチュア劇団の福井劇の会によって講演された。ありがとうございます。